一つ新しい試みを試してみようと思いまして、新しいことを今回やっております。普段だったら自助演で会場にいる皆さんから歌いたい方って歌いたい方を募るんですけど、今回はいろんなところを巡るし、いろんなところでいろんなもう確固たる歌自慢の人に会ってみたいと私ども強く思いまして、そんなことを考えていたところに第一交渉さん、ダム本当に力を貸してくださって、カラオケで私の曲を歌って、その場でこうオーディションに応募して、その映像とか音声を私たちが聞いて、いろんな歌自慢がいるもんだななんて思いながら、各会場一人ずつその歌自慢の方をお呼びしようと、そんなオーディションを今回やりました。なんかいろんなところのいろんな方とぜひとも一緒に歌ってみたいという私の強い思いから始まったことなんですけれども、今日もそんな私と一緒に歌いたいって思ってくれる既得な方が会場のどこかにいらっしゃるはずなんですけど、その方を皆さんお呼びしてみませんか。どこにいるのかな、どこにいるのかな。あ、いた、いたっていうか来た。こんにちは。こんにちは。お名前は？藤田健也です。藤田健也くん、健也、健也くん、藤田健也くん、はじめまして、ジュジュです。はじめまして。今回なんでオーディションに参加してくれたんですか？カラオケ行って、はい、で、なんか歌を歌い終わったら、なんか映像でなんかジュジュさんがなんかオーディションのお知らせの映像をのやつを見て、なんかジュジュさんと歌うチャンスがなんかあるってことが分かって、はい、でジュジュさんと歌いたくて応募しました。本当ですか、ありがとうございます。そんな私なんかとひざまずいたら引っかかっちゃった。私なんかと歌ってくださるんですか？はい。そんな、もうおいくつですか？10歳です。10歳です。ちなみに今日一緒に歌う、健也君と2人でこの夜を止めてよ歌うんですけど、この曲の内容の意味は分かっているかな？あまり分かんない。そうだよね、10歳でこの曲よく分かるんですって言われたら困ります、私。そう、でもなんかドキドキしますね、私。こんな可愛い男の子、可愛いって言ったらダメなのか、可愛いじゃないですよね。こんな素敵な子と一緒に歌えるのがとても楽しみでドキドキしてるんですが、じゃあ 歌いますか、早速。はい、よろしくお願いします。ちなみにちょっと一回聞きたいことがあるんですけど、前 You 歌ってませんでした？YouTube で歌ってない。失礼しました。失礼しました。似て非なるもの。でもちょっとドキドキしながら歌うんですけど、ドラムのまさくんがカウントをしますのでしてみてください。愛して、いけそうですか？いけそうですか、はい。じゃあ一緒に歌ってみようかな。歌い分けに関しては私今日お会いするの初めてなんですよ。リハーサルも全く何もしてないんで、はあ、ね。でも多分歌い分けに関してはスタッフから聞いているかな。聞いてます。はい、じゃあ一緒に歌ってみたいと思います。健也くんとお送りします、この夜を止めて。愛してるって
悪いこと先話します。ケンヤ君、本当に今日は来てくれてありがとうございます。よろしかったら、今回のツアーグッズの全てがこの中に入っておりますので、ケンヤ君がいらないものはお父様やお母様に、はたまた学校の友達などにあげていただければちょっと重いけど、いいですか？ありがとうございます。本当にありがとうございます。